ラジオ姫昔深い海の底に人魚の王様と6人の娘がいました。美しい人魚の中でも末っ子の人魚姫が一番綺麗でした。人魚姫は15歳になると海の上に行くことが許されます。末っ子の人魚姫もやっと15歳になり、喜びに胸を膨らませ海の上まで泳いでいきました。海の上には王子様の誕生祝いをしている大きな船が浮かび、花火が打ち上げられていました。人魚姫が近づいていくと、船の上で海を見ている素敵な王子様の姿が見えました。まあ、素敵な王子様。人魚姫が見とれていると、突然稲妻が光り嵐になりました。大波に襲われると王子様の船はひとたまりもなく沈んでしまいました。人魚姫は海の中に沈んでいく王子様を見つけると、必死で泳ぎ寄り抱きかかえて海の上まで連れて行きました。王子様、しっかり。人魚姫は岸に向かいます。浜辺に泳ぎ着いた人魚姫は王子様を解放しました。やがて朝になり、王子様が息を吹き返しました。よかった、助かったわ。その時、向こうに見える建物から美しい娘が出てきたので、人魚姫は慌てて岩陰に隠れました。娘は王子様を見つけて駆け寄ってきます。あなたが助けてくれたのですか。ありがとう。王子様は人魚姫が命がけで助けてくれたことには気がつきません。そのうちに王子様は建物の中に運び込まれてしまいました。人魚姫は遠くから寂しく王子様を見送ります。人魚姫は海の底に戻っても王子様のことが忘れられません。やがて人魚姫は王子様のお城を探し当て、毎晩お城の近くに行っては王子様が現れるのを待ち続けました。人魚姫は素敵な王子様を好きになってしまいました。私も人間になって王子様と結婚できたら。そこで人魚姫は魔女に相談してみることにしました。暗い海の底に魔女を訪ねると、望み通り人間にしてあげるが、代わりにお前の美しい声をもらうぞ。しかしもしお前が王子と結婚できないときは、死んで泡になってしまうぞ。それでもよいな。人魚姫はうなずくと薬を飲み干しました。苦しい。あまりの苦しさに気を失ってしまいました。
しばらくして気がつくと、魚の尻尾が2本の足に変わり、砂浜に打ち上げられています。そしてそばに王子様が立っているではありませんか。美しい、君のお名前は？しかし魔女に声を取られた人魚姫は答えることができません。王子様は人魚姫にドレスを着せてお城に連れて帰りました。そして美しい人魚姫のためにパーティーを開きました。人魚姫はみんなの前でダンスをします。素晴らしいダンスに王子様も家来たちもうっとりしました。人魚姫はとても幸せです。ある日、王子様のところへ美しいお姫様が訪ねてきました。王子様は人魚姫にそのお姫様を紹介しました。こちらの姫は僕を海から助けてくれた恩人だ。今度結婚することになったからよろしくね。声を出せない人魚姫は心の中で泣きながら叫びました。王子様を助けたのは私です。私は王子様と結婚できなければ死んで哀れになってしまうのです。王子様とお姫様は結婚し、船に乗ってお祝いをすることになりました。人魚姫が船べりで泣いているとお姉さんたちが現れました。これは私たちの髪の毛と交換に魔女からもらった短剣よ。これで王子を刺し殺せばあなたは死なずに済むわ。人魚姫は短剣を受け取り、王子様の寝室に忍び込み、何も知らずに眠っている王子様に短剣を向けました。でも手が震えて王子様を刺すことはできません。愛する王子様を殺すことなど私にはできない。私は死んで姫は短剣を投げ捨てると甲板から海に身を投げました。すると人魚姫の体は虹色の泡に包まれました。美しい姿のまま天使に導かれ天国へ登っていきます。心の優しい人魚姫を神様はお救いくださったのでした。終わり。